皆さんこんにちは。全容堂山本整骨院の佐藤です。本日はインタビュー動画の方を撮影していきたいと思います。では自己紹介の方よろしくお願いします。はい、市内住みます紀藤義之と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では紀藤さん、紀藤さんは当院の方にどのような症状で、来院されましたか？はい、ですね、1ヶ月ぐらい前なんですが、肩が急に痛くなりまして、手が上げられなくない状態、右肩なんですけれども、それでもってですね、今回お世話になりました。そうなんですね。紀藤さんはその右肩の症状に対して施術を受けてみてどうでしたか？そうですね、実際整形外科にかかったところ、切開沈着性腱炎というふうに診断されまして、それにですね対して、施術をしていただきました。一番効いたのは個人的に超音波の治療ですね。これを患部に当てて、痛みを取っていくっていう、これをですね数回繰り返してるうちにだんだん痛みが和らいできました。はい、佐藤さん、よかったです。はい、では紀藤さん、最後に一言なんですが、同じような症状の方、これから初めて来るような方に一言よろしくお願いします。はい、私もですね最初は肩痛い時にいわゆる40肩50肩だったかなと思ったんですけれども、そうではないっていったところで、やっぱり整骨院に来られる方もそうなんですけども、やっぱりその原因をやっぱりはっきりすれば、その治療方法、的確な指導をしていただけると思いますので、その点ですねやっぱり、ちょっと時間かかるかもしれませんけども、治るかと思いますので、皆さんも根気よく通っていただければなというふうに思っております。では紀藤さん、今日はインタビュー動画ありがとうございました。はい、ありがとうございました。